私のこの服はどこで買ったかわかりますか？自由で買いました。ネパールじゃないでしょ？私たちの給料は日本人と一緒です。この意味がわかりますか？私たちが働いてもリフレーションになりません。私たちの給料が安くなると日本人の給料も安くなるのでリフレーションになります。この前ナショナルティックプログラムでネパールの福岡の留学生のドラマがありました。隣のモサラです。見てください。私がプロフェッショナルになるように頑張ります。